道温泉競輪5月の開催最終日はいよいよラストカードを迎えました。西日本勢が強さを見せて東からの優勝は2人だけ。個性派揃いの頂上決戦を制するのは一体誰でしょうか。第11レース S 級決勝です。2025メートル6周回で争われます。前から3対2対2対2の4分戦となった第11レース S 級決勝です。4番の吉本哲郎が正攻法です。4番手に3番の吉本拓司、6番手から5番の元砂が動いていく。さあまず動くのは元砂だ。神田が続いて近畿勢、そして東京埼玉コンビがその動きに乗っていく。アウトコースを4選手が上昇していきます。5番の元砂が4番の吉本哲郎を抑えました。吉本哲郎は車を下げていく。さあ5番の元砂が前となって誘導員を使います。赤番の周回に入りました。そして今度は後方から3番の吉本拓司が上がっていって、さあ第1センターで前に出た。6番の吉岡2番手、3番手はこれで5番の元砂優、後ろから今度は吉本哲郎が仕掛けてきそうだ。バックストレッチ打賞が入ります。さあ前でその様子を見ながらペースを上げていこうという3番の吉本拓司。4番の吉本哲郎がちょっと行ききれないか。4コーナーからホームストレッチ、残りは1周です。さあ吉本拓司が逃げていく。6番吉岡2番手、3番手は2番の朝倉義弘、アウトコース4番の吉本哲郎ですが、これを6番の吉岡が止めている。バックストレッチから3コーナー、逃げる3番の吉本拓司。吉本拓司がまだ逃げている。ああ、吉本哲郎はいっぱいだ。4コーナー回った。先頭は3番吉本拓司、この後ろから2番の朝倉迫ってきますがどうか。あ、最後は元砂も伸びてきました。第11レースの S 級決勝です。